カンタベリーのデウス,デリス・デディトゥスカンタベリーのデウス・デディトゥスは、第六代の、そして、サクソン人として、初めてのカンタベリー大司教である。アデオダトゥスとも呼ばれ、また六百五十五年に、ロチェスター司教に、聖職樹任されるまで、サクソン人名であるフリソナの名で知られた。カトリック教会、聖公会、聖教会で聖人。ウェセックスの生まれだということ以外、 彼の若い頃についてはほとんど知られていない。カンタベリー大使教座にあったのも、その大使教座の歴史の中でも特に不明のことが多い時期である。なぜなら、655年からのデウスデニクスの9年間の、統治の間、一つの例外を除き、イングランド人司祭の聖職助人が全てケルト人や、その他の司祭らによって取り行われているからである。しかし、彼の業績も残っている。 サネット島に女子修道院を設立し、また657年のメデハンステイド修道院の設立にも関わっている。ノーサンブリアの教会がローマ教会とケルト教会のどちらの協議を取り入れるべきかについて議論が交わされたウィットビー教会会議は664年に開催された。ペストにかかっていたためデウスデリクスは優勢であったローマ教会側に参加しなかった。 彼が死亡したのはそれから数ヶ月後である。ありがとうございます。